イジー・ハー・イエク、イジー・ハー・イエクは、チェコスロバキアの政治家、弁護士、外務大臣、反体制運動、検証77の発起人の一人、中央ボヘミア州、ベネショフ県クルハニツ生まれ、カレル大学で法律を学び、卒業後は弁護士として活動、左派労働運動に関わったため、1939年から1945年まで、投獄されていた。 戦後釈放され、チェコスロバキア社会民主党から出馬し、当選。同時に、社民党内のチェコスロバキア共産党の新派として、ズデニエク・フィール・リンゲルと共に、社協行動を進めた。1948年のチェコスロバキア政変後には、共産党中央委員会委員に選出された。 また1950年から1953年までプラハ経済大学学長を務めた。アントニーン・ノボットニー政権下の1955年から外交官として中英大使、外務次官、国連大使を歴任した。教育省を経て1968年4月に発足したオルドジフチェルニーク内閣で外省に就任した。 同年8月のワルシャワ条約機構軍の軍事進行では当時訪問していたユーゴスラビアからニューヨークに入り国連安全保障理事会で軍事進行を非難する演説を行ったその結果外務省の地位を追われ1970年には共産党から除名されたその後1973年までチェコスローバキア科学アカデミー歴史学研究所に勤務 1977年、バーツラフ・ハベル、ズデネク・ムリナー氏、パベル・コホートラと検証77を発表、またチェコスロバキア・ヘル新規委員会代表を務めるなど、グスターフ・フサーク政権による人権抑圧を批判した。1989年のビロード革命後は、アレクサンデル・ドプチェクの顧問となった。1993年10月22日、80歳で死去。 ありがとうございます。